ったことあってさ、ライブでさ、なんか星川こう今まで人生でライブなんてすることなかったし、当たり前だけど、なんかこう自分のことをさ、普通の女の子だと思っていたから緊張するし、なんかこう頑張ろう、頑張んなきゃみたいなこう気持ちでいたんだけど、うまく言えないんだけど、なんだろうな、なんかその感覚的に文化祭の出し物のステージみたいな感覚だったんだけど、まあ、やっぱさ、プロノとか院長とかさ、こうライブ慣れしてる人を見ると、あ、待って、星川ちょっといつまでも普通でいられねえなっていうか、なんかもっとカッコつけていいなって思った。うん、なんかこう必死に頑張ってる、普通の女の子が必死に頑張ってる自分がちょっと好きだったんだけど、でもなんかもう一個上に行ってもいいなみたいな気持ちになったちゃんと見せる側であってもいいのかなと気持ちになったから、次もしライブする機会があればもうちょっとカッコつけるわ、成長します星川。